何誰何変な走りほいということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あ、ごめんね、違うのよ。別に攻撃をしようと思ったわけではないのだけど、うわ、今一瞬ちょっとすごいゾッとしてしまったわ。待って、どうやって走るんだ？これ普通にさ、方向入れただけで、あ、よかったよね。てかちょっと待って、めっちゃ夜なんだけど。ん？今の何？あ、人参か？人参が回復したのか？ちょっと待って。あれ？ちょっと待って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 。ああ、超えた超えた。マジでエポナ苦手なんよね。でもさ、私はこれからあれなんですよね。ま、前回の話の続きで言うと、ま、多分、傲慢兄弟のところに行って、なんだ、レースをしないといけないのか？でもさ、前のやつ、ま、かなり前やけど、あ、踏み潰せるのか。やった。乗っ取るだけで攻撃になるのか。エポナいいやん。操作全然できんけど、エポナいいやん。待って。でもこのスピードじゃいけんのやって。月のドアップ。いや、前に、一回試しにさ、まあ、多分、本筋には関係ないと思うけど、ちょっとやってみるか一回、みたいな感じで、ん？ハートが満タンになったんかな？みたいな感じで、まあ、パパーっと、傲慢兄弟のとこでレースをやったことがあったんやけどさ、信じられんぐらい、いや、信じられるな。この様子を見るに。マジ飛び越えれんねえけど。いやもうマジで信じられんぐらい、あれなんすよ。待って、これ。ちょい待って、ここ飛び越えれんやん。レース、まあ、エポラの操作ができなくって、全くかなわんかったんよね、傲慢兄弟に。やのに、それが、今になって、ストーリーに関係してくる感じに、クリア線と先に進めん感じ？やめてよ。ちょっと待って、私何しようとした？あ、そう、体力の歌。どこに飛べばいいかな？傲慢兄弟のとこってどこや？下、左上、下、左上。よし。あ、ちょっと下ろして。エポナまた後で呼ぶよ。下、左、上、下、左、上。オッケー。どこだい？今私は一体どこにいるんだろうか。あ、ミルクロード、ここじゃない？なんかここで、ねえ、傲慢兄弟のとこと、あの女の子のとこと、怖いんですけど、なんか。なんか別れとったよね。あ、傲慢トラック来てきた。ってことで、こっちか。あ、今夜やけんダメやん。傲慢兄弟今寝よる？じゃ今のうちにお面ちょうだいよ、お面。家どこなんやろ？朝になるまでは結構かかるかな。では、そんなことで時間を無駄に使いたくねえな。ね。時間を無駄に使いたくないっすね。こっち行ったら戻るんかな？こっちか？びっくりした。めっちゃびっくりした。やめてよ。
とてつもなくびっくりしたんやけど。夜中にする作業じゃないって、おっさん。誰かが悪さしてロマニー牧場への道塞いちまったんだ。ごめんな、急いでどかすからな。か、ロマニー牧場か。まあ今そちらに用はないんだけど、でもあれをね、きっとこういう風に、こうしてる間にもロマニー牧場の方では、あの子が、あの子が、大変なことに。じゃ、時間の経過早くしよう。時間の経過を早く。これ、このまま吹けばよかったんやっけ？あ、違うな。そのまま吹いたら、初日に戻るんか。じゃ、反対からか。下へ右、下へ右。はい。下へ右、下へ右。OK。はい、時の流れを普通に戻します。このお面はあれかな？外しておくべきなんかな？もうこれでビビってさ、お面くれんかな？え、これこの場所にはおらん方がいいんかな？あ、でもこの場所におっても普通に出勤してくるか？傲慢兄弟。最近のゲームって逆になんか画面切り替えんとね、進まんかったりとかするけど、なんかこの頃のゲームってあれよね、普通になんか時間経過でその場によってもなんかのそっと現れるよね。普通に歩いて現れることない？パッと現れるわけじゃなくて。でも面白いけど。こういうなんかね、時間経過、早く時間が経過してほしい時に限って全然なんよね。あ、この辺。あいつはあれか？盗んでくるやつやっけ？剣を。それはちょっとやだな。ちょっとというかだいぶやだな。あ、違う違う違う。シンクルや。シンクル撃ち落としたいな。これでは当てれんのか。いや、当てれるよね。このお面かぶった状態でちょっと話しかけてみたい。反応変わらんやん。このお面にビビらんってどういう。お面より、もう服装の方に反応するのね。別にもう今なんか、必要そうなものある？ないよね。ロマニー牧場のマップとかあるんか。買ってないような気がするけど、まあ、いらないよ。チンクルってあれ？ここが、ここが初めて出たの。ここというか。このゲームが初めて？それより前からおったんかな？てか、どこでどう人気が出て。え、何？あ、びっくりした。膨らます瞬間見たかった。もう一回撃ち落としていい？はぁ。よし。見よったら上がらんとかあるかな？おー！そういう感じなんや。そういう感じなんや。なにあれ？背中から空気で寄るってこと？ここって何？この先って何やった？あ、どうしよう。エポナ呼ぶか。エポナ、エポナ。の前にオカリナセットしとこう。エポナ、エポナ。とりあえず近くにエポナ呼んどいて、上、左、右、上、左、右。あ、ちょっ
よし。来た来た。え、いなくね？6時にならんとダメかな。え、でもさ、あれじゃない？ね、ちょっと動きたいんだけど。ん？あ、次の日の朝、あと48時間。あ、来た？うわ。え、普通にパッて切り替わったわ。めっちゃパッと切り替わったわ。あの文字のところで切り替わるのか。ちょっと待って、時間の経過を遅くしなければ。何やったっけ？急いで遅くしなければ。下へ、右、下へ、右、はい。下へ、右、下へ、右。すごい今、軽快で平和な音楽が聞こえてきよったけど、不気味な姿だな。よーし。そのチンケなのはお前の馬か。俺はてっきりロバかと思ったぜ。なあ、弟。そんなチンケな馬でも、スティックを前に倒して A で鞭を入れれば走るのか？めっちゃなんか親切に説明してくれるやつ。こいつは面白いや。10ルピーで俺たちと勝負しねえか？ルピーが必要なんか、うわ、7回しかできん。十分なんやろうけど。普通は十分なんやろうけど、私が7回でクリアできるとは思えないんだよな。勝ったら僕ちゃんにいいものやるぜ。ねえ、誰もこのお面に反応してくれんの？やります。やるしかないんやろ。勝負は簡単さ。トラック一周して、俺たちより先にゴールしたらお前の勝ち。まああれか、他のね、ゴロンとかゾーラのお面と違って見た目が変わるわけじゃないけん、子供がまた気持ち悪いお面かぶってらーぐらいの感じなんかな。ふく、準備はいいな？ふぅ。頑張ろうぜ。マジで苦手なんよね。あれやね、二人ともさ、ムチ入れるタイミング、うえい。ムチ入れるタイミング早いというか、回数多いよね。あ、てか、これあれなんか、あ、いや、違うな。下普通に。やったー、超えれた。お、これはいけるんじゃないかっていう、全然、全然追いついてないけど。一回ジャンプが成功しただけでちょっと。ああ、全然いける気がしない。でもすぐそこに見えとるね。見えとるどころかって感じやけど。へへん、勝ち。ムカつく。なんだそのステップ。なんならもう一度してやってもいいのね。やりますよ。もうちょっとさ、ムチ入れる回数を増やせばいけるんじゃね？マリオカートみたいなスタートダッシュないん。モーモーカントリー的な、ねえ、もうちょっとなんか、ムチ入れる回数を増やしたらいけそうじゃない？だってマジでさ、目と鼻の先やったやん。さっきのゴールまでの。あ！人参が！まあなんかそんなことやったら人参が足りんくなるんよね。くっ。二人とも絶対あれよ。人参の数、絶対私より多いって。こういうところで、うまく飛び越えれたらいけるんじゃ。今のゴールじゃないの？やった、勝った、すごい。え、すごくはない？2回目で勝った、素晴らしいやん。イエーイ。俺たちが負けるなんて。ん？大アンちゃんって呼ぶの？大アンちゃんなの？わからん。こいつにあれやってもいいかな？しょうがねえな。まあ子供だから大丈夫だろ。ガロのお面を、おお、どういう状態かと思った。なるほどね、フードかこれ。イカ穴に出没する忍者のさまより魂が宿ったお面。忍者なんこれ。その代わり誰にもらったか言うんじゃねえぞ。
傲慢兄弟の鼻を明かしてやった。団員手帳に書き込んだ。もうなんか団員手帳久々。なんで子供やけんいいとか、なんか関係あるん？あ、いいで、いいです、いいです。なんか多分この先もいろいろとあるんやろうけど、じゃあ馬なんかでこんなとこ来んな。はぁ、私の勝手でしょうが。さあ、じゃあ行きますか。どこに飛べばいいんかな、次。グレートベイ、ゾーラホール。今、ロマニー牧場で、ウッドフォール、ロクロックタウン、スノーヘッド、イカーダの墓場か。なるほど、そうかな、多分そうなはず。もう墓場っていうことだけでや、判断していくよ。あれを被って、で、馬を引き連れて、あのなんか、塀の上におるやつに話しかければいいってことか？これぐらいからか。やったー、超えたー、やったー、いけたー。さあ、少年。いいひひ、お前さん、いいお面をつけてるね。それは血塗られた歴史を持つ丘の上の城で隠密活動をしていた忍者の狩猟のお面だな。ほうほう。そいつで今もなお、さまよう奴らの魂を呼び出せるかもしれないな。またさまよう奴ら呼び出すの？お前さん、この先でさまよう魂を救ってやっておくれ。いいひひ。ほう。何？何それ。なんか生えてきたけど。何をどうすんの？ねえねえねえ。何生やしたの今。いけるか？硬っ。いけない？もしかして。あ、いけたいけた。あの少年は？私がここに飛び乗るまでおらんかった？どういう、うえ、怖い。なになになに？キモい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 。声が痛い。キモいって。いけー！ちょっと待って待って待って、助けて。なんかすごい。すごい声がキモい。やだ、見た目がとかよりも、声が無理。イカアナ渓谷。あの鳥またおるやん。私から剣を奪っていく鳥やろ、あれ。何？誰？何？変な走り。お兄ちゃん、いい剣持ってるね。やっぱり武器はそれくらい立派じゃないとね。うんうん。何何？すごい不気味なんですけど。川向こうのイカアナの村だけど、最近おっかねえ資料がまさか出てね。イカアナの村。村があるの。なんかすごい、笑顔が張り付いてるのが気持ち悪い。なんでもイカアナの王家の亡霊とかなんとか、よくわかんねえけどね。ほうほう。ガロのお面被っとったらなんか、会話ができたりとかするかな。そこを守りよった、忍者やったんやろ？もう住めやしねえんで、引っ越してきたんだ。へへ。でもそんなギリギリまでおったんや。すごいね。最後の一人？今は物好き親子が亡霊の研究とかしながら住んでるだけさ。おお、親子おるんや。それにしてもいい剣だね。ちょいと見せてくんねえか？絶対盗むやん。嫌よ。あ、そう。キモいな。キモいな。絶対取っていくよね、あいつ。谷の向こう、イカアナの丘、タコに注意。タコ？あいつか、来い。何？親方様、お呼びで。呼んでないよ、誰だよ。なんか似たようなの現れ、なに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 ？貴様何やつ？もしや、気配で。痛い。何もうやめてよ。痛いって。多分お面外せん。いや、外せるに。うわ、燃えた。痛い。弱。3回しか攻撃当ててない気がするけど。無念なり、敵ながら見事であった。最後に我が言葉、心して聞け。何？フラットという音楽家の霊が、イカーナの墓地に眠っている。フラット、あれじゃない？前になんか、
弟か、なんかフラットの兄弟の魂沈めたよね。でなんか兄だか弟だか分からんけどに、なんか伝えろみたいなの言わんかった？ここイカーナにはその兄シャープがいると聞く。あ、フラットが前沈めたやつか。なるほどなるほど。でそのお兄さんがここにおるん。信じる信じないはお前次第。まあ、おるんやろうね。なんせその弟の方には会いましたから。死して屍残すマジ、それが我がガロたちの掟。ガロたち？あ、ガロって固有名詞じゃなくてあれなんすか、なんかその種族の名前なんすか。へえ、死して屍残すマジ。え、なに？びっくりした、もう焦るやん、やめて。これあれよね、あの、なんやっけ、フックショットで撃つやつよね。あ、あそこ行けるんじゃない？どこからどう行けばいいんかな？あんなとこまで届かんよね。見えねえ。ちょっと待って。痛い。君らフックショットで撃てる？引き寄せるだけかな。あ、普通に攻撃できる。え？お、ここで当たる？イエーイ。よし、オッケーオッケー。やっつけた。待って、この上登れない？登れないっすか？な、私あそこに渡りたいんやけどさ、あそこには届かないっすよね。全然届かねえや。上。どこからどう渡っていけばいいんだい？これは？無理ですね。こっち向きに進んでいけばいいんかな。あ、てかあれやね。何？え？別のやつですか？親方様お呼びで。貴様何やつ？さっきやったよ、そのやりとり。いいってもう。びっくりした、もう終わったんかと思ったわ。ええ、あれだよね、君無限イベントじゃないよね。めっちゃ嫌なんやけど、無限イベントじゃないっすよね。一旦この辺であれかな、ちょっとやっつけた後セーブしといた方がいいかな。なんか何回もこいつと戦闘やったらさ、体力が持たなさそうな気がするんよね。こんなとこでやられてさ、またあの、レースからとか嫌やけん。くっ。てかあれやな、レース終わった時点でセーブしとけばよかったんか。こまめなセーブ大事。なんせどこでもセーブができるんだから。どんだけだよ。あれ？ヒントが違う。もしかして何回も現れては違うヒントを与えてくれるとかそういう感じ？いいって。え、もうヒントは大事やけど、戦闘いらんって。イカーナの谷を渡りたければ、凍てつく矢尻で川の魔物を貫け。あいつらやっつけた！なるほど！凍らせて、足場に戦といかんのか。信じる信じないはお前次第。死して屍残すマジ、それが我がガロたちの掟。なるほど、なるほど。そういうことか。